アレクサンドル・ヤコブレフ、アレクサンドル・セルゲイビッチ・ヤコブレフは、ソ連の航空技術者、飛行機設計士、薬戦闘機を設計し、ヤコブレフ設計局を設立した、航空大将。ヤコブレフは、ソ連の航空模型製作、滑空競技、航空スポーツの創設者である。1924年に、AVF-10 グライダーを、1927年には、 超軽量飛行機やマイナス1を製作した。これらはスポーツ用、訓練用として利用された彼の最初期の飛行機である。彼は1924年初頭にモーター技術者として働き、その頃のセキ軍空軍アカデミーに入学した。1931年、航空機工場の技術者となり、そこにおいて1932年、彼の初となる。 軽飛行機設計局が開設された。彼は1953年、ヤコブレフ設計局の主任設計士となり、その後に設計士長となった。彼は1940年から1946年まで、航空産業人民委員代理を務めた。1943年、ソ連科学アカデミーの機構会員となり、 また1940年と57年には社会主義労働英雄を受賞した。1946年、航空大賞の階級を授与。1976年、ソ連科学アカデミーの正会員となった。ヤコブレフは1984年8月21日に引退した。ヤコブレフはその経歴の中で数多くの勲章や英典を受賞した。ありがとうございます。